2019年ありがとうございます。まつきです。あ、待って、髪色オレンジにしました。あの、私コスメが実は大好きでしてね、これを買ったよという2019のベスコスを紹介します。今年めちゃめちゃ1年間使いまくった、見た目もこの通り使いまくって、どこのブランドかわからない、このフーミのちっちゃ顔シャドウ部分用ファンデーション、これはシェーディングですね。使いすぎて中が本当にそこ見えてるんだけども、筆がこんな感じでサイズが分かれてて、持ち運びサイズにもぴったりだし、色もすごく良くて、これのおかげでマツキはあのむくみを隠せました。じゃん、ザ・セムコンシーラーやな。でこれあの韓国で買うと300〜400円とかで安いって聞いたんだけど、あの私は新大久保で買いました。1本600円で売っとって、2本で1000円で買えるっていうことで2本買いました。もうね、カバー力がすごいわ。わかる人多いかもしれないけれど、こんな感じでなんかね、10秒これで待つので、そこからこうなんかこう塗り広げていく感じ、すごいカバー力あるけど、あの全然カピカピしてこない。私ね、嫌いなのコンシーラーが、もうカピカピしてくるから、乾燥肌やけどさ。続きましてこちら、アイシャドウ3のディメンショナルビジョンアイパレットの03番。このピンクのパレットを使ってから、3ってラメ感超綺麗だし、発色もいいし、あの持ち運びとしてこの筆が2つついていること、あと鏡が大きいことから、トータルでいいなっていうことに気づき、それまで3は買ったことなかったんだけど、私の大好きなちょっと赤みのあるこういうオレンジが入ったパレット、これがちょっとね、あのクリーム状になってるテクスチャーのもので、まあ全体的にこう使いやすい色味、これ持っとけばお直しはいいし、あとこれを使う日がめちゃめちゃ多かった。はい、こんな感じでね、すごいね、綺麗なこう動くときに綺麗な色味なんだよね。二重幅に明るい色を入れるのが今年の私の中でのブームで、濃いブラウンで締め色で、あのアイライン代わりとして塗るっていうのが割と自分の中でハマったかもしれない。続きましてルン、3CE のブラッシュクッション、これがチークですね。あの私顔の余白が多いのよ。球心顔って言って、こうパーツが全部中心に寄ってる顔だから、まあシェーディングもすごい一回やるんだけども、あのチークをすることでちょっと余白が消えるなと思ったのと、プラスで私クッションファンデ大好き女なんだけど、このクッションのあのチークは初めて使ったんですよ。手も汚れんし、あとね、めちゃめちゃつきすぎちゃうじゃないですか、チークって。けどこれはあのこう叩いてどんどん調節しやすくて、クッションだから、あの落ちづらい。チークって割とこう落ちてくるじゃないですか、小鼻の横ぐらいにこうね、こうボボって乗せてるようにしてて、そう、あんまり上すぎてもちょっと顔がでかく見えるし、この小鼻の横ぐらいにちょっとね、ライン状に乗せてます。私は 3C のチークありがとう。こちらクリオウォーターグリップクッション、割と日本でいうナーズのクッションに似てる、ナチュラルな薄付きだけどもしっかりとトーンアップしてくれて、クッションファンデってよれてくるんだけど、これマジでよれないよっていう。確かにね、よれてこない。もう密着度が高くて、サンバのあの標準色の色を買いました。それでも明るいぐらいだから、割とこうちゃんと試してクッションは買うんだけどね、まあ2、3月ぐらいまではこのクッション使うかなという。お前がいなかったらいろんな人と近距離で話せなかった、誰とも。ありがとう。スキンケアとか髪の毛のものも番外編で紹介したいなと思って、もうこれもうこれもうこれ、バニラ粉のこの化粧落としが、もう多分ね、もうみんな使ったら感動する。シャーベット状に中はなってて、もう今もうなくなったんだけど、ほら保湿されながら、しかもちゃんと落ちる。お前は綺麗の肌を作ってくれる根本のいいやつだな、お前。何言ってんの私。ありがとう。続きましてるん、これも韓国のものになります。洗顔した何もついてない肌に使うやつなんだけど、こんな感じでコットンにめちゃめちゃこう化粧水、まあ、ビタミンとかいろいろ入ってる液体にこう重なってて、こういう感じで取るの。こう表面がね、ザラザラしてて、ひたひたにこうコットンが濡れてるから、わざわざこう自分でコットンに化粧水つけて、バーってつけてっていう手間がなくて、パッて出して顔をこうね拭き取る。毛穴の角質とか、これからメイクする最初の土台をすごい整えてくれる、めちゃめちゃいいものでした。匂いもあの清潔感のある匂いって感じで、私がここ最近化粧のりがいいとか肌荒れしてないなっていうことに結構気づいて、あれ、これ使い始めて結構化粧のり良くないみたいな、そっからこいつがすごい好きになりました。ステップボーンカットプロダクトの
生ミネラルトリートメントと生ミネラルシャンプー、私テンパでもう広がる感じがずっと気になってたし、 3,4 ヶ月に1回宿毛矯正を当てる日々だったんだけど、結構これで落ち着くようになった。洗い上がりがほんとまとまってサラサラするし、匂いもいいし、見た目もすごいおしゃれじゃん。これね、一回は使ってみてほしいな。サロン専用なんだけれども、めちゃめちゃいいです。あと、私の髪の毛のワックス、一番好きなのは、このジェミールフランのムルティバターバームをめちゃめちゃリピートしてた。あと、2019問わず、私が結局一番激推ししてるのは、ローラメルシエのマットラディアンスベイクドパウダーのハイライトの一番。このハイライトで、ツヤを足すことで肌がすっごい綺麗に見えるので、相棒です。ありがとう、お前のおかげで肌を褒められるよ。そんな感じで松木宮の2019年ベストコスメでしたが、お気に入りのコスメもコロ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 変わっていくし、あと私髪色を明るくしたからさ、カラコンとかもつけてみたいなと思って、あのめちゃめちゃ裸眼サイズで透明感増すカラコンとか知りたくて、教えてほしいです。そんな感じで松木宮の2019年ベストコスメでした。2020年もベストコスメを探して頑張ります。ではでは。え、撮ってんの？動画イエーイ。私全然気づかんかった。